服部ト二は、日本の航空技術者。三菱重工業株式会社名古屋航空機、製作所技術部部長などを歴任した。冷式水上観測機愛知県名古屋市にて育った。1918年、東京帝国大学工科大学を卒業する。大学卒業後は、三菱造船に入社し神戸造船所に配属される。1923年より、 三菱造船の名古屋航空機製作所にて、設計家と研究家の課長に就任する。その後、三菱造船は、三菱重工業に衣替えする。三菱重工業の名古屋航空機製作所にて、技術部の部長などを歴任した。在任中は、佐野栄太郎や堀越二郎らを見出し、航空機の開発を推進した。霊式水上観測機の開発に際しては、 佐野に設計主任を命じ、当時の三菱重工業には、水蒸気の開発経験がほとんどないという状況下で、佐野をバックアップし、最終的に、正式採用にまでこぎつけている。また、七市環状戦闘機の開発では、まだ若手であった堀越を設計主任に抜擢した。続く96式環状戦闘機の開発でも、堀越を設計主任に据え、 逆なる翼など独創的な設計を行う堀越をバックアップし、最終的に初めての日本独自設計の機体を完成させた。部下には深い信頼を寄せており、日本記念長尾航空技術奨励金を授与された際には二十数年にわたって携わった航空機開発に自らの功労はなく優秀な同僚や会員らのおかげだと語り、奨励金の栄誉は 自らのものではなく設計家全体のものだとコメントしている。ありがとうございます。